けてなさっておられるのか。理事会や町内会などの活動が活発に行われていない地域だけで、水づけは自宅主義の気迫になってきています。私が住んでいる都内のマンションでは、エレベーターでの利用者でも挨拶をしない住民が少なくありません。同じマンションに住んでいるのですから、顔を合わせれば挨拶するのは当たり前ではないかと私は思うんですが、その必要はないと考えている人は少なくないのかもしれません。実際、内閣府が昨年1月に全国20歳以上に行った社会意識に関する世論調査では、地域での付き合いをどの程度しているのかという質問に対し、よく付き合っていると回答した人は 17.9% しかいませんでした。一方、地域での付き合いはどの程度が望ましいかという質問では、住民すべての間で困った時に互いに助け合うと答えた人が全体の 46.3% で半数近くを占め、気の合う住民の間で困った時に助け合うと答えた人の割合も大きく上回りました。しかし、住民すべての間で困った時に互いに助け合う関係が理想だとは言っても、普段顔を合わせても挨拶を交わさない、あるいは付き合いがあまりない人に助けを求めることができるでしょうか。逆に、近所の人が困っていればいつでも助けたいと思っていても、付き合いがないのに誰がどんなことに困っているのか知る由もありません。ありがとうございます。内閣府が5年前に調査した結果では、病気の時や電球の交換や庭の手入れなどの作業が一人でできない場合、60歳以上で一人暮らしをしている男性の5人に1人は頼る人がいないと回答しています。